は美容デーということで原宿に来ました。まずは美容院に来ました。新しい店舗になったみたいで初めて来ました。今日はどうなるでしょうか。今日ぐちゃぐちゃできたので楽しみです。今日は綺麗になりたいと思います。マネージャーさんにも会ってしまいました。スカウトしてたっぽいです。もうすぐメイクサロンに着きます。ちょっとだけウィンドウショッピングしました。でも乗り切ってきて、何回
しょうこちゃんが奢ってくれたチャイだけライスより美味しいと思います。チャイリーだって、リーダーの乾杯。あなたと私のアナザータイム。ダメだ、これ。